で今回は憧れの横尾忠則さんとお話しさせていただきました。毎分毎秒が非常に尊い、楽しい、最高の時間でした。とにかく自然に生きるということ、それが表現の究極の形だということを改めて感じました。自然な流れに、自然のありのままの自分で、これからも僕も表現していきたいと思います。ありがとうございました。